カドマン&中目黒のこれ知ってるよっ。登場です。これもしかしてご無沙汰しております。これ知ってるのオリジナルメンバーじゃない。準レギュラーです。そう、準レギュラーですよ。元宝の Y 大課長を、はい、お越しいただいて、はい、今日は一体何をやるでしょう、カドマンさん。今日はですね、実はずっと温めていた、はい、あの本の企画がありまして、はいはい、まあ、実は僕は単行本作る部署の編集長なんですけど、あ、そうだった、そうだったんですか。実はあれゲーム好きだけだと思った。そうだってゲーム好きのおじさんじゃないですか。パズドラで、はい、塗り絵の本を作ったんです。おお、これはすごい。結構温めましたね、この企画。ようやく、はい、老作なんだわ、すげえ。これ大丈夫ですか、あの、はい、スペルとか間違ってませんけど。これ、はい、あのサブタイトルに超精密塗り絵って、はいはいはい、どうあのもうその通りで、今、はい、大人の塗り絵って結構流行ってるじゃないですか。でこんなね、ちょっと中見せると、見えるかな、シューって。うわー、これアルテミスなんですよ。はいはい、こんな細かい細かい細かい、めちゃめちゃ細かい線画を、はい、もうアナログで、うん、もう手作業で全部起こし直して、はい、で一冊にまとめたんです。今回は、うん、この塗り絵を使って、うんうんうん、誰が一番綺麗に塗れるのかっていう、なるほど、ね、そうかなと。色のセンスを問うわけですね、今回は。なるほど、まあ、パラパラっと見てどれがいいかなと思って、はい、やっぱり同じモンスターを塗って、はい、あの、はい、ショタオがいいのかなと、ね、このパンドラちゃんをあの30分時間設けまして、制限時間30分で、はい、30で3人で塗ると、はい、一応見本として、あ、見本がついてるんですかこれ。そう、すげえ、カラーでしっかり、そうなんです。すごいな。そう、これね、本当だ、はい、見本の、見本というかオリジナルの、はい、パンドラなんでね、闇なんで、あの結構紫基調、そうですね、のモンスターですね。うん、帯に書いてある、うん、闇属性じゃなくてもいいってことですよね。そうそうそう、気属性の代わりよって書いてあるんですけど、はい、こんな感じで自分の好きな、はい、あの色で塗って、うん、オリジナルのモンスターを、うん、あの塗っちゃおうっていうのがこの本のコンセプトなんで、あ、なるほど、はい、このパンドラももう本当好きなように。あとなんか塗り絵ってなんかテクニックとかあったりするんですか。あ、聞きますか、それ、はいはい、実はこれこの本の冒頭に、うん、冒頭にあるんですか、書いてるんですね、塗りのテクニック講座が。あ、本当だ、しっかりカバーしてるんですね、そういうところ。まるで大課長と打ち合わせをしてるような流れですけど。台本があったから、はい、これを見ると、はい、ちょっとテクニックが書いてあるので、これ参考にすると綺麗に塗れる。これは親切ですね。かなり薄い色で塗って、はい、あ、重ね塗りするんですね。あ、全体感を出すんだ。何今だって勉強してるの。パンドラといったらあれですね、はい、昨日情報公開されました謎本。あ、あの表紙もパンドラですよ、ね、そうですよ。え、マジですか。パンドラ謎本っていう、あのリアル脱出ゲームとか、うん、謎解きが結構流行ってるんですけど、それをパズドラのパズルと、うん、あのドッキングさせた、はい、あの書籍もあの出しますので、はい、多分スミクロ方向にどっかに出てくるんですよね。はい、はい、そうですよ。で、表紙もできてるんですか。できてます。できてます、はい、で、それがパンドラなんですよ。そう、というわけで、そのパンドラを、はい、塗りますか。さあ、じゃあ、はい、行きますよ、はい、よし、じゃあタイマーの方は僕の方で、はい、言いますんで、はい、よーい、はじめ。よっしゃ、もう自由に書いちゃってくださいね、はい、ますよ。参考して、参考にしてもいいですか、ね、あ、もちろんもちろん。何属性にするかです、まず。まあそうですよ、まあそうですね、もう私はもう決めちゃってるので。マジで何色が、非属性来た、非属性、赤い色鉛筆を取ってね。なるほど、あれ結構難しいぞ。お、なんか大塚さんちょっとこなれた感じなんですね。一回やってる、練習してる可能性あるから。してねえ。こいつそういう男で。あの、なんだっけ、昔パズドラの、うんうん、何ですか、あのアプリ、何だっけ、パズチャレ、パズチャレ。パズチャレの時に練習してましたからね、この男。練習って決まってんので、人にはね、どのダンジョンをやるとか全く教えないの。汚い男ですよ、こいつ。やる前から戦い始まってんの。これ丸みがあるところって丸みがあるように塗った方がいいですか。それはセンスじゃないですか。あ、やっぱそうですよね。30分って意外と短いと思う。短いですね。だから、うん、塗り切っちゃうかっていうのもありますよね。あ、そうそうそう。で、一箇所だけすんげえリアルに塗ると思う。塗り方講座。講座出てる、うん、塗り方は人それぞれ。終わりだ。下から順々に塗る人もいれば、同じ色を全部を塗ってから次の箇所に移る人もいる。あ、
とはいえ精密なイラストの場合どこから手をつければいいのか悩む人も多いのでは、うん、まずはパズドライラストならではの塗り方を解説しておきます。お尻尾の丸みや立体感を出すためにはグラデーションをつけないとうまく表現できない。グラデーション早速難しいですね。でも、うん、段階的に色の濃さを調節して塗っていこう。だからまあ薄くするのはできないんで、うん、いきなり濃く塗っちゃダメ。ああなるほどなるほど。そう、いきなり濃く塗ってはダメってことですよね。まあそれぐらいの緩急ならね。まあ40過ぎたおっさんがそれぐらいできずにそうそうそう、緩急なんて俺は手慣れたもんですよね。手慣れたもんですよ。もう緩急でしか生きてないですこれちょっと今塗ってて思ったんですけど、うん、その30分とかで終わらない。終わらないじゃないですかこれどう考えても。やっぱりそう思います、うん、本当は夜な夜なあのコツコツとあの数日かけて塗るのが大人の塗り絵の楽しみ方なんです。そうだ、これどこまでちょっとどこまで髪の毛なの。そう、わかんないですよそういう時はあの、はい、見本を見て、見本を見た方がいいですね。やっぱイラストレーターさんって、ね、塗ってみて改めて思いますね。そう、すごいいや、すごいっすね。これを描けるんだもんね。描いて塗ってるんですもんね。そう、残り20分です。あ、そう残り20分なかなかやばいね、これ。めぐさんはもう自分が使った鉛筆は自分のところに返さない。これ出るよね、性格。こう塗ったらうまく見えるんだもうそういう研究を調整に入りました。1分切りました。やばい、これはやばい。さあもうラストスパートですからね。泣いても笑っても笑っても泣いてもラストスパートですからね最後どこか。ジビロウさんって普段からこんな感じなんですか、ネグロウさん。うん、あんまり周りに溶け込んでないけど。残り30秒残り30秒ですよすごいよくわかります、ね、普段無口なんだよね超絶つまんないじゃないですか本当ちょっとやってくださいじゃあ動画出てる。残り10秒5 4 3 2 1終了。さあ中途半端だ。まあ制限時間ありますからね、はい、各々の不完全燃焼などは、はい、そうですけども、はいはい、じゃあ誰か行きますか。早速見ていきたいと思うんですけども、はい、俺からでしょ、はい、じゃあそうしましょう。じゃあ目黒さんから行きますか。はい、じゃあ目黒さんカメラに向かってどうぞ。こちら、おなんか綺麗だな。水属性、水属性、水属性。あ、結構しかも髪の毛のとこグラデーションかかってますよね。うわー、小技効かせてる本当だ。重要なところは押さえてる感じはしますよ、ね、全体的に。もう髪と目玉は絶対塗ろうと思ってて、あ、はいはいはい、でもなんかちょっと足このここ太ももの、太ももの、あ、はいはい、のちょっと陰影っぽいやつ。とりあえず全体的に塗ろうって心がけました。なるほど、ね、おでも綺麗。いやでも綺麗ですよね。それでは続いていきますか。はい、はい、ワイ大課長お願いします。ドン、こんな感じです。おお、でも綺麗に塗れてる、はい、本当だ。私縁取ったんだ。縁取ったんですね。縁取ってもいいかもしれない。確かに、なんかあれだね、パキッとする。パキッとしますね、はい、うん。で、私も最初髪をすごい意識しましたね。髪をわーっと思って、で、私はあの光属性で、はい、副属性は火と思っていて、はい、なるほどね、はい、だから光っぽいのと赤っていうのをこう混ぜたような感じですかね、うん、これ、図工が2の人とは覚えない頑張りで、肌の顔とか
ちょっと褐色っぽいのをやろうとしたんですけど、これが本当に合ってね、目が充血しますね。ちょっと二日酔いなんですよ。本当はね、あのここら辺とか出てるのとか本当表現したかったんですけど、はい、間に合わないと思って、うん、ここでちょっと調整しました、ね。30分だからな。そうですね。はい、ここで大御所の、はい、大御所、はい、大塚カナマン大先生お願いします。はい、大塚プロ。じゃあ、狙ってきた。一番チャレンジングですよね。まず髪の毛を金色にしてない。そうそうそう。黄色系でまとめてないっていうのが、うん、これはやっぱりあれですね。プランター水の大塚カナマンなんで、まあ、とりあえず種属性は木で、はい、で。うんでキーヒーモンスターが一番俺使うので、はいはい、自分の好み本気じゃないですかただのそうそう本当はここからだんだん色を濃くしていって、はいはい、もうちょっとあの陰影つけたかったんですけど、はい、時間がなくてとりあえずあの、はい、まんべんなく薄く塗ってこれ競技ですからねそうそうそう どういう風にスケジュールを立てるのか大事ですもんね、はい、そう色考えたんだけどね、うん、これエフェクト多分みんな塗らねえからエフェクト頑張ろうかなとかと思ったんだけど、はい、やっぱりね髪の毛がパンドラなんで、うん、面積多いですもんね。そう髪は押さえておきたいなってこれになりました。これでも本当みんな違うな。いいっすね。違いますね。面白い、ね。ちょっとだけ大塚さんがチャレンジ、木を照らったっていう感じがしますね。木属性、光属性で水属性だもんな。うんこの子いいじゃないですかこれ面白いいいです ね, でねいいです実装しますか実装します適当なことですこれあれじゃあ編集部のみんなに聞いて回る誰が書いたかっていうああ言わずに投票で夏の編集部のみんなに聞いて投票でどれが一番いいかどれがその、うん、塗り絵として、ねうんうん、完成度が高い、はい、完成度が高いそうだね、はいうん、そうしましょう、はいはい、じゃあちょっと調べてきますはい、はい、じゃあお願いしますお待たせしました持ってきました来ましたねお待たせしましたどうだった割れた発表結果発表はい、はいうん、割れましたね割れた割れました割れた適センスがあるやつがどんぐらいいるかギリシャルかっていうね画密アップね一応編集部、はいに、うんまあ、審査しに行った時に、はいはい、デスクにいた人、はいうん9名名に、はいはいはい、あの聞きました、はい、2位からいきますかね、うん、2位からいきます、はいはいはい、2位からか、うん、じゃあ、はい、いきます、はい、2位の発表です、はい、2位はこちらですあ俺なんだマジでやばい俺一番嫌だったやべえ俺2位だったのに俺も2位でいいと思ってたのにでもね一番美味しくないっすよなんかコメントとかないですかなんで選んだかとかはいコメントはないですけどないコメントはないですけど、はい、ジャスト野島がこちらを選びましたあそうなんですね、はい、あそうねジャスト野島はこちら投票しました、はい、見る目ありますねジャストがここぞって時にセンスがなガンホリついてる、うん、うわそっ担当の鏡ですねむしろ良かったじゃあもう1位でいいですよね1位にいきますあそう、はい、1位にいきましょう、はい、さあ1位の発表です1位はこちらうっそやったやったな小手先のあるにやったあふれるセンスなんですけど、はい 数はい、票数的には、はい、目黒さん4票、はい、4票入って1位、はいY 大課長2票、はいはい、で僕最初9名って言ってました、はいはいはい、大塚さんならなんと2票だったんですよ、はいはい、ということは同率で2位なんですよこれも、はい、あそうなんですね大塚さんのこちらも、うんはい、なんでそんな悪意のあるで今確かに8ですよ8いや8じゃないですよ224で225ですねあ225なあれ圧倒しちゃったってこと5票で目黒さんの勝利、はいはい、じゃあ最後決めればいいんじゃない2と3どっち一応、はい、大塚さんに投票した方、はい王様でしたあしょうがないなるほどしょうがないそこで大丈夫それはしょうがないですね王様と、はい、悟りでしたもう全然センスない2人ジョーカー引いちゃった外科
ワイ大課長、あと1人誰だったの？あと1人は、はい、八尾さんですね。ああ、八尾さん、はい、ガンフ送るか。いやいや、でもこれ面白かったですね。いや、面白かったですね、はい、時間が全然足りないっていうのはよく分かりました、うん、そうなんです。はい、でこれ全部塗ろうとしたら何時間かかるんだって感じですね。本当、1年遊べますよこれ。はい、確かに。でも本当ね、あの家に帰ってきて、はい、なんかちょっと時間がある時とかコツコツね、はい、あの塗って楽しんでいただければと思いますので、はいはい、2月19日発売、2月19日、はい、19日、はい、発売なので、あ、はい、ちょうど4周年のイベントの日。そうなんです、はい、あ、そうなんです、はい、あ、そうなんですね、はいはい、え、これお値段高いんですよね。なんで値段1600円。おめえらお値段だったら聞くなよ。というわけで、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、というわけで、じゃあ今回は、塗るパズル&ドラゴンズ、はいはい、超精密塗り絵、はい、です。はい、さあ、はい、皆さんぜひ購入して遊んでみてください。はい、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、それではまた次回のこれ知ってる見るよ。バイバイ。なんかこういうんで人気集めようとしてるんですよ。いやいや、小学生こういうの大爆笑。